今日は案件の配信です。会社からいただいたこの商品でアイメイク、それね、あ、うん、なんか色微妙だな、ノリもそんなに良くない、そんなこと言うのやめろ、使い方次第でいくらでもどうにかなるんだから。ちょっとしこら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 、いや意外とこう何化粧水と混ぜるとか、なんかこう手の甲でなじませるとか、ちょっと一旦落とすとかの、あとあれアイシャドウのこう下地使うとか、そういうことするとなんか化けたりするから、あんま言わない方がいいんじゃない。大丈夫そう。そもそもいつも大手の使ってて、それに対して何の不満もないし、その会社ならではの強みとかさ、なんかちょっと調べたりとかしなかったね。大丈夫、案件ですよ、カメラ回ってますよお姉さん。いつも使ってる方針やめろ、案件中にそんなことを言うな。あれだね、メイクは自由だから、この商品を使う自由もある。これが合うって人も必ずいるだろうしね。なんて返す、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 どれどれ化粧してみたい、いいじゃん、やってみなよ。最初はね失敗しやすいけどね、書店ちゃんみたいに可愛くなりたい、それは無理だけど、化粧してもっと可愛くなろうね。メイクするってビッチじゃんオタクくん、もうちょっと現実を見てみよう、それか病院へ行ってみることをおすすめするよ。本当に、いや、そこまで言ってないけどね、カブラキは騙されたと思って一度買ってみてもいいんじゃないかな。あ、書店いいじゃん、騙されたと思ってはどうだろうか。うん、配信ではちょっとぐだっちゃったけど、とってもいい商品だと思いました。なんかこう買う価値ありだと感じましたね、素晴らしいと思います。 PR 正直すぎるレビュー動画って切り抜きで話題になってる。これはこれで結果的に知名度上がったんじゃないかな、災い転じて福なすってことで。ここで知名度を上げて、で他の YouTuber がネタのつもりで使い出したら、意外とあのメイクにめちゃくちゃ詳しいタイプの YouTuber がこれこうするとめっちゃ使えるよっていう方法を開拓して、それでバズるっていう未来が見えたね。